お改めでございます。三千世界の花すを心をし主と朝めご苦労さんでございますね。してみたいさ、ささえささのさ、さささえささの、どうさま、うん、気失うとまるで失礼ぶらいの輩の真似事じゃないか。失礼ぶらいの輩とは何じゃ。貴様が反対なら我々だけで文句あれは東亜地点で決めろ。何、負けたら現在は文句を言わずにな。バカモン、金の上位の制度をいかんとする者がそんな子供だましでことが決められると思うか。貴様大体同志を無用に戦闘してただに人家を焼くというのではない。安政の屈辱的な条約に火をつけるんだ。敵に備えて膨大な火をかけた品川の台場も御殿山から一望ではないか。なあ草か、俺は外国の領土と化した上海を見てきた。今にして幕府の名目を打破しなければ日本は第二の上海になる。ならばなおさら焼き討ちごとき愚教は愚教とは何じゃ。貴様先刻から子供騙しの何だと何強つきやがって。我々は現状を打破の近道を行くんだ。お前ださ行くな。少しは対局を考えろ。貴様の考えは上の苦悶だ。貴様ごとき無頼官に義務は無駄だ。はい、それか。同士討ちをしている場合か。言葉はやはり東亜地検で決めよう。はい、一本、一発、半、両方、一本、ふわ、一本。おい、困ったことが起きてるぞ。大和のやつ、三田の辻番所にションベンを引っ掛けて万人に捕まったんじゃ。万人、ションベン、なしてションベンなんだ。とりあえず伊藤たちが詫びられちゃう。焼き玉はどねした。いやー、いけんことにあいつ5つを持っちゃったんじゃ。5つもか。うん、そうなんじゃ。まて、あのひげだるまめ、なして証言なんぞ。よし、こうなったらしょうがない。人数がそろわんでも結婚しよう。源氏、おう、軍師は表変数、俺の暴れぶりを見せれ。よし、行こう。待て、いずめはまだ手に入らんのか。今警戒も突破するのは無理じゃ。しかしバレたら最後だ。やろう。待て、俺考える。何を今更。高瀬、ごめんくださいまし。はい、すみません。すさ払いでございます。なんじゃ、また貴様か。さあ、はい、すみませんね。ちょいとお隣へも引っ越しにげて。さあ、教えますね。あら、いけないよ、いけませんよ。どうも近頃たどんのヘリが早い早いと思ってたんだ。もしと、くりゃ、すいとり置いていけ。いえ、これも一時お隣に。待て、くりゃ、それは置いていけ。オッケー、クリア。おかしいよ、旦那。たどんの二つや三つですも、結束会長。オッケーか、クリア。それで。まあ、クラトン、高杉さんのお部屋頼むよ。臭いな。臭い。焼き玉のこと、確かに知っちょる。まさか。いや、あいつこの間からうろうろと。しかし、別に公儀隠密の体でも。いや、わからん。近頃、幕府の犬はあらゆるところに。よし、切る。待て、俺がやる。なしてじゃ。貴様では頼りない。俺が切る。11時か。うん、4時30。出かけよう。待て、無理はできん。もうええ加減待った。行こう、エズメもやろう。ごめんください。おい、お待ちかねのものを持ってまいりましたよ。
先ほど船でお話しいたしました御殿山幸島の米国長兵衛がただいま掛け合いました異人間へ詰めに、めさなもんじゃのう、よし、では打ち合わせ通り草刈家七名は街道伝い。おお、指示と俺は焼き玉を持って海道高輪の岩儀に上がり八ツ山を迂い御殿山から松桜で落ち合う。おお、時は今から一時こう。おお、合言葉千字文冒頭のよく天地元ほうふうほうほうゆつですえい、そく高杉の旦那、なんだ絵図面の代金か。それと、もう一つお願いがありやすね。もう一つ、さあ、滑らないな。あ、どうも、お待ちどおさまで。はよ、乗れ。お願いします。ありがとうございます。ごめんなすって。旦那、もう一つ恐縮でございますが。まだあるんか。高台へ着くまでに、ちょいと二人の祝言をしてやってくんだぜ。船の中の仮祝言か。よかろう。居残りさん。めざめざしなさんな、みっともね。今とほら。若旦那、魂を入れ切れてやってくんだぜよ。決して人を信用しねえように。任してきて。残り。へい。また止まった。修繕してくれ。おいよ。へい。おい、いずれどっかであったら返してもらうぞ。へい、かしこまりました。おう、おう。じゃあ旦那、その時には間違いなく一つ。分かっておる。修繕代払う。しかし貴様はだいぶ悪い請求しておるが、その時まで持つか。へへへ、なーに、大丈夫で。旦那、旦那、お侍には惜しいね。世辞を申すな。